一年半ぶり復活、氷川きよしは演歌を捨てるのか、歌番組からは熱視線、意外にも、コンサート動員に不安。氷川きよしがこの17日、約一年半ぶりに歌手活動を再開した。休業期間には、所属事務所からの独立という一大イベントが起きたが、ファンとしては待ちに待った演歌界のプリンスの復活だ。期待するメディアも多いが、 一方で今後を懸念する声もないわけではない。写真、胸元ざっくりと報じられた氷川のインスタグラム。ファッションも常に変化。2022年末から活動を休止していた氷川今年4月にデビュー以来所属していたながらプロダクションから独立し、8月17日の25周年ツアー初日で活動を再開した。音楽業界関係者は言う。 全事務所や関連会社にいたスタッフなどが氷川のの元に集まっていますが、実質的には氷川が先頭に立って切り盛りしています。歌手活動の他にも、プロデュース業にも興味を示しているそうです。紅白は熱視線。業界の期待も大きい。氷川復帰に特に興味を持っているのは紅白でしょうね。 2022年は紅白のステージを最後に休業に入ったのですから、NHK としては大晦日での復帰を望んでいた。ただ、そうでなくとも近年視聴率で苦しむ紅白としては、知名度が高い日川はどうしても欲しい歌手の一人ですから、是が非でも出演させたいでしょう。すでに赤組、白組などではなく、一昨年同様。 特別枠として出演させる方向で調整を進めていると言われています。民放の年末音楽番組のスタッフも氷川に熱視線を送っているという。復活した氷川はテレビ露出という意味ではかなり期待していいのでは。争奪戦を期待も。とはいえ、懸念材料がないわけでもない。あるイベント会社関係者は、 復帰コンサートが行われた東京ガーデンシアターですが、約8000人のキャパ。復活という話題性もあり、即完売とも言われていましたが、意外と苦戦したそうです。彼は5、10、15、20周年コンサートを日本武道館で行っている。武道館を余裕で埋めていた一時期ほどのファンの熱狂からすれば今回は表紙抜けで、業界でも驚く人がいたほど。 4月に独立と活動再開の呪しを上げた時にも、思っていたほどの話題にはならなかった。本人は連日いろいろなところで報道されて、チケットも争奪戦なんてことを考えていたようですが、18日のスポーツ報知によれば、氷川はコンサート前、客が入らないかもしれないと不安に思い、自ら飲食店などでポスターを配り回っていたという。